どうもみなさん、君エ F です。積みゲーを消化する様を実況動画として残していこうということで、えー、南城マスター RTC 版、えー、続きをプレイしていきたいと思います。で、えー、アイテムも整理したり、えー、食事とったり、いろいろしたんで、えー、順番にこの鍵をね、開けて先に進みたいと思いますが、 あこれはなんだこれこれはこれで鍵だなよくわからんなこれは復活させる祭壇だよね多分あれもういいのエンプティフラスコフラスコありがたいスクロール スペルザスタンノンマジカルビーイングをちょっと待ってなんかいるんじゃないかトーチかトーチは現状いいんじゃないか感がすごいんだよなチーズとりあえず持っててブレッド食べ物だなこれ 食べ物ね箱の中にも結構あるんですよね。っていうか、鍵余ったか。いや、まだ使うな。これが最後か。一個余るから、じゃあ。うわっ えでも鍵かかったんだからそこだよなまだちょっと遠かったかとんだ門番がいたな。 あ,あ、間違った危ない危ない,危ない操作ミスがいまだに向こうもあ外すことがあるのはありがたいけどど食らってんな。 よしよしよし石は使うんだよねただ出,出てるなどこにいるゴキブリかなんかを退治する気分だなそれ。 食らってるけどなんか逆転し始めましたねこいつこっちの方が打たれ強くなってきたスイッチかこれなんだあ鎧かあと今スイッチを押して開いた扉からなんか出てきたとかすここか開いたのはうおお 最後の最後でこんなに戦闘があるとはね、うん、やばいな二人を相手にするのはちょっときつい。 ソードか。ファルシオンと何が違うんだろうまあ後で手に入ったということでこっちを装備しておこうちょっときついな そろそろ次のレベルのやつでもいいのかなぁ試してみるか。これで、まあ、42ありますもんね、マナが。こっちにして、こうで。あ、間違った。あ,あ、できたできた。マナの消費もそんなでもない。 これでああ、27まで行くってことは、多分、もっと相当回復するな。92から21。えっ、ー、と、92だったんだから、20以上回復するのか。なるほど。なかなかいいですね。間違った。 さすがに連発すると m p が足らなくなりますがもう一個ぐらい作れるかなあいけたいけた。 とりあえず、そうだな、後で整理するとして、なんか鍵2つあるし。 ここはこういう小部屋だけかあ,あ階段だ地下3階へ <laughs> まださなんか音するんだけどどっかに隠し扉とかあるかなそれとも倒し底根がいる 下の階の音が聞こえてるっていうのはないと思うんだよな。こういうところではないか。違うか。余計にダメージし食らうだけだしな。ちょっとスクロール拾ったよな。これだ。えー、っと。 これだけ、えー、っと、メモって、はい、これだけを、ここに置いていっちゃおう。もう で、えっと MP 回復した、ね、<laughs> やっぱりここにいると足音するんだよなここ違うよね。 あそこフラスコの数増えたのかまあいいや全部何かしらにはしておこうはいでは、えー、今回はここまでにします次回、えー、地下3階レベルでいうと4ですかね、えー、攻めていきたいと思いますので、えー またよろしかったらお付き合いください。ではここで終了いたします。どうもお付き合いいただきありがとうございました。